んにちは、FF リ店長の楠本です。前回に引き続き、ゲストに来ていただいております。スローハイツと太陽ギターの山田風紀です。はい、します。よろしくお願いします。前回はね、もうめちゃくちゃギター上手かったですね。今回の動画の内容は僕が、風紀くんに合うんじゃないかなって思うエフェクターをちょっと今回選んだので聴いてもらおうかなと思います。知らないエフェクターですよね。そうですね、一個も弾いたことないですね。なので結構あの率直な現場でね、バリバリやってる方の声が聞けるということで、ということでじゃあ使うエフェクターをちょっと紹介していこうかなと思います。はい、じゃあ今回聴いてもらうエフェクターを紹介していきます。右からピカシラの3301トゥルードライブというものですね。ボディがね、真鍮で作られていて、まさかのね、ネジとかまで真鍮なんですね。めちゃくちゃこだわりがあるエフェクターになります。音もめちゃくちゃいいので、こちらも後で聴いていきましょう。右から2つ目、こちらが YOS ギター工房の、スモーディーオーバードライブですね。もうこれもね、エフェクター好きな方からしたらね、もうめちゃくちゃ有名なエフェクターですよね。もうこの美しい削り出しボディ、僕多分もう動画でもね、伝わるぐらいの美しさだと思うんですけど、もう今こちらもね、かなり入手困難になっているエフェクターなんでね、なかなか音も聞けないと思うので、今回風紀くんに弾いてもらいます。はい、じゃあ続きまして3代目、こちらですね、サンフィッシュオーディオの、リコリスっていうやつですね。この結構真四角のエフェクターって意外に珍しいと思うんですけど、ケンタ系ですね、今結構話題の、ケンタ系を意識したエフェクターなんだけど、あの本物の、ね、ケンタよりゲイン値もちょっと高めに作られてて、レンジもちょっと広いので扱いやすくなっているというものになります。じゃあ最後に紹介するのがビンアンティークの PPSE79。 ちょっとね、これ読み方合ってるか怪しいんですけど、これもねすごく話題ですね。約ね1万円ぐらいでこの音出ちゃうのっていう感じのエフェクターなんですけど、いわゆる TS 系なんですけども、すごいこの値段なのにこのパーツ使っちゃうのみたいな感じのものになります。 SNS とかでもすごく話題ですね。ものすごく音がいいという感じなんでね、こちらも実際に音を聞いていきましょう。じゃあ実際に、音を聞いていきましょう。まず音が分かりやすいようにね、 JC を使っていて、イコライザー全部12時の設定で弾いてもらいましょう。じゃあまずピカシラ、こちら行きましょうか。はい、ちょっとまず素の音を聞かせてもらいます。もういろいろいじっていくんで、そのまま全然弾き続けてもらっていいですよ。はい、強く出した時の音が好きですね。あザクザク、太いですよね、すごく太くて、太いのに歯切れがいいっていう感じがあって、使いやすいなっていうイメージですね。これは本当に合うと思いますよ。じゃあ次、 YOS ギターのスモーディーオーバードライブですね、はい、これはちょっと驚くと思いますよ。じゃあ、何ですか、いきますよ。はい、はい、超いい、やばいっすね。
しらより僕こっちの方が好きかもしれないです。うん、なんかあのオープンコードとか弾いた時の気持ちよさ半端なぐらいですかね。すごいですね。上がるのこれ超気持ちいいですね。やばいですね。これ弾いて微妙っすねっていうのが今のところ一回もないぐらい、やっぱりもうみんながこう、はあ、いいねっていう感じの歪みですね。汎用性がめちゃくちゃ高いですね。うん、もうこれとなんか他いくつかあったらもうボード完成しちゃいそうな。メインの歪みこれでいいな。いや気に入っていただいてよかったです。じゃあ次行きましょうか。はい、こちらですね、サンフィッシュオーディオのリコリスっていうエフェクターになります。じゃあこちら、はい、中音域をねプッシュしてくれるエフェクターになるので、ね、まあ、ギタリストが好きなポイントをこうバッと出してくれるっていうエフェクターですね。気持ちいいですね。欲しいですね。特に今のところ、いやもう今超えられてきてるんですけど、僕もしかしたらこれよりもこっちの方が僕のスタイルにも合ってるのかなと、お、ちょっと思いました。とてもいい、気持ちいいですね。弾いてて気持ちがいいです、このエフェクター。じゃあ最後の1台いきましょうか。はい、じゃあ最後は、ビンアンティークの、PPSE79 ですね。いきます。はい、強くても好きですね。うん、結構ねあっさりめなエフェクターではありますね。結構中音域、さっきの、まあ、こっちも中音域をプッシュする系なんだけど、さらにレンジがちょっと狭い感じになるんで、はいはいはい、チューブアンプとかと組み合わせてもらうともうちょっとこう音量発揮するのかなっていう、まあ、今回ね音が分かりやすいように JC で弾いてるんで、まあ、ちょっとね音量発揮できてないのもあったりはするんですけど、まあ、エフェクターの単体の音は非常に分かりやすいかなと。でもこれめちゃくちゃ安いんですよ。え、
この中に並んでる中でも圧倒的に安いのにもかかわらずここ並んでくるというね。おいくらなんですかこれ。約新品で1万円めちゃくちゃ安いぐらいのやつなんで、あ、それでこれっていうのがね、それこれマーシャルインワース使ったらめちゃくちゃ良さそうな匂いを感じてたんで、それをね込みで考えちゃうと、うん逆にこれとかだとマーシャルに組み合わせるとちょっと原因感強すぎるかなっていう気もしますしね。今回弾いた中で一番自分だったら欲しいなって思うのどれでした？いやーこれ悩みますねめちゃくちゃ悩むんですけど、強いて言うなら、強いて言うなら、いやこれですかね、リコリスですかね。僕はこれ実はね本当に今結構新しいエフェクターで、まあ、あのエフェクター好きの間ではもうすでに話題になっていると。あ、そうなんですか。そう、めちゃくちゃいいぞと。へえ、結構やっぱ値張るんですかこれ。と言ってもうちで今だいたい2万円ぐらいになるんで、まあまあ、うん、手の届きやすい手の届かないぞってレベルではないんです、うん、やっぱりこの2台はねちょっとプレミアがついちゃってるんで、まあすごく高いんですけど、まあ、この辺はまだ新しいエフェクターになるんで、へそこまでこう値が張らないの でこの価格でねこの音が出るっていうのはすごく素晴らしいですよね。いや本当に1台ずつ持っておきたいエフェクターですね。これありがとうございます。いや買うと言ってないですよ予算というものがありますので、ね、でもねあのこの動画が出てる時には何が残ってるかはちょっと分かんないんですけども、もし見かけたらぜひ弾いてほしいエフェクターたちになるので、お店に来る機会があればぜひ弾いてみてください。はい、ということで実際に音を聞いていきました。どうでしたか。いや本当に気持ちいいですね。これいいですね欲しいです僕リコリスとヒカシラ、この2つ、うん、ちょっと自分の使うように欲しいなってちょっと思っちゃいました。ありがとうございます思っちゃいましたとりあえず思っただけですまあまあまあね、他にも本当はねおすすめしたいエフェクターいっぱいあるんですけど、もし店頭に来て、まあ、こういうバンドの音が作りたいとか、まあ、こういう今実際使ってますけどどういうのが合いますかねみたいな相談いただければ、まあ、こんな感じでねおすすめ何台かしますので気軽にお声かけください、はい、どうでしたか今回出てみて。いやなんか緊張しますねずーっと未だに緊張してるからもうね YouTube 何回目っていう感じなんだけど全然変わんないから、せっかくなんであの、はい、エフェクターについてちょっと語りましょうよ。エフェクターについてです。なんかあの初めて買ったエフェクターとかって。あ、初めて買ったエフェクターは僕あのボスのターボディストーションのやつ。あはいはいはい。中学生の時あの、まあ、バンド一緒に友達とやるぞってなって、うん、楽器屋に行ってあのエフェクターを、はい、初めてのエフェクターを買おうってことで、まあ、予算5000円くらいと思って、うん、あの買いに行ったんですよ、うん、でその時にこう並んでて友達多分、ね、いろいろリサーチしてたんでしょうね。僕はこう見当が全くつかなかったんですけど、うん、友達が俺これ買うわって言ったらブルーストライバーを最初にこう手に取ったんですよ、はい、でその後にじゃあ一緒なんだしこっちにしとけばって言われてターボディストーション買ったんですよ。もう今でもブルーストライブにしてる本当に思いますね。あいつ意図的に買わせやがったブルーストライブは、ね、いやでもねターボディストーションジョン・フルシアンテじゃないですか。まあ、そうなんですけどあの時の僕には早かったです使いこなせなかった使いこなせなかったですね。まあ、最初ってボスって何選んでいいか分かんないですけど、見た目一緒だし色が違うだけ難しいなと思いました。そのターボディストーションは今どうなってるんですか。そのターボディストーションは今誰かの手元にあると思いますもう手放してしまったどっかの、そうですね、メルカリを通して誰かの手元に置いたっていきましたなるほどなるほど。今までこう弾いてきた中でこう印象深いエフェクターとかありますか。レムラム、ジャン・レイですかね。ああ、はい、あれは結構お気に入りで長いこと使ってたんですけど、プレイスタイル自体は結構大きく変えた時期があったんで、その時期にもう結果を合わなくなってしまって手放したみたいな形だったんですけど、うん、今考えると言っておいてもよかったちょっと実はジャン・レイ今またあの人気が上がっていて、自分も買ったんですよジャン・レイ出たばっかの時に衝撃で音出した時になんだこれはって買わなきゃってなって買って、でも自分も同じようにアンプとの相性があんまり良くなくて手放しちゃったんですけど、でもあれは本当に素晴らしいエフェクターですね。ちょっと悩みがあったんです。ジャンレイ使ってる。ジャンレイユーザー結構
構世の中にいるので、うん、結構聞いたことのある音になっちゃう。最初に出た時はめっちゃ衝撃だったんですけど、うんうんうん、ちょっと違う音出したいなみたいな。そうですね、まあ、こういうとこターボディストーションの出番かもしれないですけどでもそれはありっすね。ありっすね。でも本当エフェクターってすごい面白いのが、まあ、歪みとか買ったらもう今がこれ最高だって思うのに1ヶ月後とかにもっとこうだといいなってのが絶対出てきてっていうのを繰り返すんですよ ね繰り返しますね。単体でめちゃくちゃかっこいいのにバンドで合わすと毎日だったとき、結構それはやっぱりありますね。奥が深い。深いですよ。もうゴールないですから。もう困りますはい、ということで来ました。バンドの告知は特にないということなので、ライブでやってもらうことはない。はい、YouTube があります。PV もねそこで見れますので、ぜひチェックしてみてください。お願いします。またねたまにこうゲストもね来ていただけるといいなと思ってますので、我こそはという方はぜひ僕まで連絡ください。知り合いのバンドも僕に連絡ください。はい、ということでありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。